ちは。大阪の白山町です。須藤です。本日の動画は、先日行われた第一節のアンダシューを集めてきたので、それを見てもらいたいと思います。いいですね、アンダシュー。何か印象に残ったヒットとかありました？そうですね、まあまあいつも通りね、あの強打が売りの桃次郎なんで、みんなね、いいヒット打ってたんで、これっていうのはないですけど、まあ、唯一言えるとしたら、まあそのアンダシューに僕はいない。なぜか知りませんけど。では見ていただきましょう。ではどうぞ。ホームナンバー61、山内、2番レフト中谷。Yeah!
ケット、ユニフォームナンバー17。松本さんと選手ホームランです。さあ吉永はい、いかがだったでしょうか。やっぱりいなかったみたいですね。いなかったですか。多分まあ、たまにはね、そういう時も、まあ、あんまり出しゃばってはいけないので、やっぱり皆さんもね、今日は見てもらいましたけども、山内選手も筆頭にね、いいバッティングできましたけど、調子は良かったですか今回は。まあ、全体的に良くなかったんじゃないですかね、やっぱバッティング自体の調子は。みんな、ああみんなね、うん、調整の仕方とか学ぶべきところがあったんじゃないでしょうか、うん、今回、まあ、次にね、はい、つなげていける。まだまだ1年は長いので、はいはい、今回は一節の安打集でございました。次の動画は桃次郎の2枚看板による奪三振集なのでお楽しみください。2枚看板ではさよなら。